はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回は DMC コラボの交換所解説やっていこうと思います。はい、今回は無課金キャラ、課金キャラどちらもやっていきますが、今回は課金キャラの交換が5体ですね、5体できます。そして無課金キャラがこちら、1体だけですね。まずは無課金キャラからいきましょう。DMC モーターホームですね。使い道はまあ回復度胸があって、まあ悪魔タイプの攻撃力 3.5 倍エンハンスがあって、ロックがあるってことなんで、ちょっと地味に代用が効かない感じになっているかな。まあ、正味そんなに別に使えるわけじゃないんですけど、無課金キャラっていうことがあるんで、取っておいて損はないと思います。ただまあ、そこまで使い道はわかんないんで、あんま使わないかもしれないですね。まあでも一応ね、読みドラみたいに攻撃力減少してきて、なおかつね、ルーレットみたいな感じのやつが来た場合にですね、普通に使えるとは思うんで、取っておいて損はないと思います。なのでまあ、一応取ること推奨してますが、まあ、めんどくさかったらスルーしてもそこまで問題はない性能じゃないかなとは思っています。そんな感じの DMC モーターホームですね。まあいろいろ取れるものは全部取っておきましょう。では、ここからが本編ですね。今回は課金キャラの交換所解説やっていこうと思いますが、今回は全部強いんですよ、基本的にね。基本的にはもうどのコラボでね、他のコラボとかで来てたらね、もう A プラスランクにはほぼ全部入ってます。そんぐらい強いんだけどね。ただまあ一応ちょっとね、今回は全部強いということで、少し厳しめに解説していこうと思います。はい。まあ一応ね、基本的にどれ交換しても強いんで、まあ問題はないんですが、その中でもね、実用性のあるキャラ紹介していこうと思います。ということで、実際にやっていきましょう。はい、ということで、まずは A プラスランクですね。なんと、今回の交換所、5体全部 A プラスなんです。正直言って、全部強い上に、でも全部持ってなきゃ絶対にダメなキャラではないんですよ。これめちゃめちゃ面白いことで、全部強いんですけど、例えばね、前の前回の S ランクで言うとね、シャーマンキングはジャンヌでした。ジャンヌはランダムやる上で持ってなきゃダメなキャラなんです。ただ、このシャーキンのキャラとして別に持ってなくてもいいんですね。そう。で、他になんですけど、例えばね、前々回ぐらいかな、の、ガンホーコラボでオメガを S ランクにしました。あれは周回用に持ってなきゃダメなんです。ただ、DMC のキャラは持ってなくても問題はないんです。全部強えけど。っていうね、すごい矛盾してるんですけど、まあでも正直ね、そういうキャラが多いんですよ。なので今回はね、A プラスランク5体ということで、A プラスランクの中でもね、すべてランク付けしました。もちろん A プラスランクなんで、すべて交換して問題ない性能を持っています。全部強いです。全部強いんですが、その上でね、ランキング付けしたんで、まずは1位から見ていきましょう。さあ、まずは1位のキャラから、個人的にまあ1だと思ったのはこちらかな、V シャドウグリフォンですね。まあこの子もともとね、遊戯と組み合わせれるよっつってね、すごい話題になってましたが、やっぱり使ってみた感じ、すごい強いんですよね。そう、V シャドウグリフォンね。まあお邪魔耐性プラスがあるということでね、代わりにね、自分自身が火力は全然出せません。その代わりは一応スキルブース打つ持ちです。で、スキルは下から2列目、横1列は闇ドロップに変化、自分以外の味方スキルが1ターン溜まるということで、ヘイスト要因ですね。でもリーダースキルがね、8秒固定で悪魔タイプの HP が2倍、攻撃力が5倍、闇は6個以上をつなげて消すと攻撃力が4倍、2コンボか3と、20倍火力が出てね、2コンボか3もあります。で、しかも悪魔タイプの HP2 倍もあるんでね、耐久力も非常に高いと。まあ、耐久力はね、闇属性って、まあ、エレメイとかね、まあ、そこら辺で補ってあげれるんでね、どうにかなるんですよね。だから非常に優秀なキャラになってます。まあ、単純にもう、この A プラスランク1位は、遊戯と組み合わせた時にあまりにも強かったから、A プラスランクって感じですね。うん、もう正直めちゃめちゃ強かったです。はい、ぜひ使ってみてほしいって感じのキャラなんで、A プラスランクですね。で、もう一つ、正直ね、これだけだったらね、僕は全然、こんな V よりもですね、正直言って、俺はルシアドが強いと思ってるんですよ。ただ、じゃあなんで V が1位かっていうと、これです。はい、V の進化後っすね。7強2つ無効貫通、嫌いみ耐性プラスと、超覚醒7強もあるんですけど、この人ね、敵1体に50万の固定ダメージかける3回っていうスキルを持ってるんですよ。これがパズドラの固定ダメージでは最高ダメージで、ついにね、100万 HP の、防御力めっちゃ硬いキャラを抜けるようになりました。わかりやすく言えばアテンね。アテンとかもう固定ダメージで抜けるんですよ。このスキルがやっぱり代用効かないスキルなんでめちゃめちゃ強い。このスキルのためだけに取る価値があるレベルで本当に強いです。まあ、リーダースキルはね、闇の2コンボで攻撃力が4倍、固定1ダメージにガラッと変わるんですが、正直もうスキルがめっちゃ強い。っていうスキルもありまして、正直 A プラスランクの1位ですね。まあ、正直武器自体はあんまり使わないとは思いますが、もう本当にね、この進化後のスキルがランキングダンジョンで、まあ今回のランダンで主に強いこと。そしてさらに言えば進化前が遊戯と組み合わせてめちゃめちゃ強いっていうことを評価して、まあ1位ですね。まあ遊戯パーティーのサブが組める人はぜひ交換してあげてください。じゃ続きまして2位いきましょう。さあ続きまして2位のルシアですね。まあルシア一応先に武器だけ見ておきますけどね、武器は闇ドル鏡3つにマルチブースト武器です。でまあスキルがバインドと覚醒無効全回復の光属性に変化っていうね、スキルを持ってます。これもまあ同じくそんなに使いません。マルチで使うぐらいかな。この子はね、まあ18ターン変身なんですが、まあスキルブースト2個持ちなんで実質まあ16ターンで変身できるようなもんですね。で変身してあげるとこんな感じになります。スペック自体ね、覚醒がまず10強7強7強と、これでまあ軽く20倍。さらに追い打ちに雲耐性もあって優秀ですね。でしかもスキルは1ターンの間2コンボ加算されて、消せないドロップ状態を5ターン回復。4ターンで打てるスキルとは思えない超強いスキルを持ってるんですよね。で、めちゃめちゃ強い上にリーダースキルが悪魔タイプの全パラが 1.5 倍、毒ダメージを無効化。4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が10倍、3コンボ加算と。めちゃめちゃ強いのよ。めちゃめちゃ強いのよ。じゃ、なんで A プラスランクでしかも2位なんだっていう話なんですけど、ミッキーの方が強い。これなんでかっていうと、タイプ縛りがないんですね。ルシアどうしても悪魔タイプ縛りがあって使いづらいんですよね。まあ、そこが弱点かな。で、しかも毒ダメージ無効もあってめっちゃ強いんだけどね。めっちゃ強いんだけど、毒ダメージ無効あったとして結局欠損するからね。毒目覚め耐性もいりますし、毒耐性もいるんですね。だからあんまり意味ないんだよね。で、まあ、しかも3コンボ加算めっちゃ強いんだけど、火力は15倍。もしアテンとか入れた場合は火力は10倍です。そう考えるとやっぱりちょっときついんだよね。だからミッキーに少し劣るっていう点を考えると、やっぱりまあ A プラスなんかなって感じ。ただ、言ってもね、3コンボ加算もあって火力15倍出るリーダーですよ。アルジェと組み合わせたらめちゃめちゃ強いの。裏劣界なら普通に勝てるぐらいにはめちゃめちゃ強いのね。だから、言うてミッキーより下だから絶対取った方がいいよね。S ランクにはもちろんしないけど、ただ、十二分に強いんで、持っておいて全然損はありません。なので、サブさえ組めれば強いんで、まあいろんな人のね、もちろん僕の動画もそうですし、他の方のね、実況者とか、あとはゲームウィズさんとかですね、そこら辺のサイトを見て、サブが組める方はですね、本当にもう交換してあげて何の問題もありません。非常に強いんですが、少しだけちょっと弱点があるっていうキャラクターで、まあルシアが第2位にランクインです。全然交換した問題ありません。次。さあ続きまして3位。まあ、正直バージルとダンテめちゃめちゃ迷うんだけど、まあ、一応3位バージルかな。スキル2個持ちで18ターンですね。で、変身できます。じゃあ実際に見てみましょう。よいしょ、バージル。こんな感じで変身してあげると、はい、こんな感じ。指延長プラス悪魔キラー3と2、無効感3つ、暗闇耐性プラス、バーインド耐性プラスですね。悪魔キラー3つに無効感3つってやばくね。もう普通にどんな敵でも基本的に悪魔タイプならワンパンできるっていう化け物なんですけどね。まあ、この子もちろん覚醒も強いんですよ。覚醒も強いんやけど、何よりね、これね、火力よりも暗闇耐性プラスが地味にでかくて、暗闇耐性完全耐性できるんで非常に使いやすいと。水属性やっぱいいですよね。でしかもスキルが1ターンの間回復力と水属性の攻撃力が 2.5 倍エンハンスです。めちゃめちゃ強い。これがね、裏劣界で使える、ツクヨミノルザの編成のサブにぶっ刺さるんで、まあ、多分使ってみると思うんですけど、まためっちゃ強いからやっぱそういうところでも使いますし、何より6ターンでエンハンスと回復力エンハンス入って6解除して3色陣なんですね。3色陣もあるんで、もう正直言ってめちゃめちゃ強い。まあ、火力のね、出せるスキルでもありますし、3ターンで使える、6ターンで使えるってことはめっちゃ強いんで、まあ、そこら辺も評価できるかなって感じ。リーダースキルは水闇の同時攻撃で攻撃力が13倍、固定100万ダメージ、ダメージを軽減。水属性の全パラメータが 1.5 倍と。100万オイジもあってね、火力も 19.5 倍出て、HP 回復も 1.5 倍でダメージ軽減もあるんですけど、この子弱点はね、いい相方が今んとこまだいないんですよね。だから相方待ちって感じ。まあサブでも使えてね、後々リーダーで使えるかもしれないということで A プラスランクですね。まあ非常に使えると思います。はい。まあ、一応武器はね、こんな感じでスキブに水ドル鏡3つで3ターン吸収無効武器に消せないドロップ全回復となってます。ただまあ今現状はね、正直そこまでは使えないですが、つくよみのるざパーティーを作ってる人がサブ要員に交換するぐらいかな。そんな感じになります。じゃあ次。はい、続きまして4位がダンテですね。スキルブースト2個持ちで18ターン変身です。まあ実質16ターンですね。指延長プラス悪魔キラー3と7強3つ、お邪魔耐性プラスですね。お邪魔耐性プラスにバインド耐性プラス持ちです。はい。まあ悪魔タイプにめっちゃ軽く出るんだけど、ダメージ無効貫通潜在玉ならつけてあげて、多色パーティーのサブに入れてる人もいましたね。まあただ正直そこまでして入れる必要性はないとは思うんですけど、まあとにかく火力が高くてね、強いキャラになってます。で、まあスキルはバインドと覚醒無効を全回復ランダムでヒドロップを5個生成が4ターンで打てます。リーダースキル、非属性の全パラが 1.5 倍、7コンボ以上で攻撃力が13倍。火を6個以上つなげて消すダメージを軽減2個も加算ですね。19.5 倍の火力出るのもいいですし、2コンボ加算をね、1列で組めるのもめちゃ強いところです。まあ、ただ正直この子ね、今、強い相方がいないんですよ。今はまだね、あんまり使えないんですね、正直言って。ただ、今現在、まあ、ノルザ、アルジェ、ファスかネレって感じでね、大魔女が4種類実装されてるんですが、まだ火の大魔女だけ来てないんですね。ということは、その火の大魔女がダンテと組み合わせてかなり強くなる可能性もありますので、まあ、持っておいて損はないキャラじゃないかなとは思います。はい。ただまあね、DMC 正直ね、優先してほしいキャラが今ここまでにもうすでに3体いるんでね、まあ、そこまで優先順位は高くないとは思いますが、ただまあ本当に強いキャラではあるんでね、交換してもらっても損はないと思います。まあ現状の使い道は火の大魔女で使えるだろうってぐらいでね、今はあんまり使えません。そんな感じのキャラになってます。でまあ一応武器に関してはね、99ターン火の目覚めがあって、火と回復ドロップ2色陣に変化するスキルを持っている、超一と装飾ダイスの覚醒を持っているね、武器となっています。はい、こんな感じが第4位のダンテになります。次。最後に第5位がこちら、ネロですね。まあ、スキブ2個で18ターンで変身できます。実質16ターン。こんな感じ。指延長プラス2つに封印耐性 L 字。無効貫通3つに毒耐性プラスにバインド耐性プラスです。ギミック耐性もあって非常に強い。スキルはランダムにキドロップを2個生成。覚醒無効状態を2ターン回復というね、スキルがなんと1ターンで打てます。毎ターン打てるんでね、キドロップが永遠に生成できるって感じでめっちゃ強いよね。リタースキルは貴族数の全パラが 1.5 倍。スキル使用時攻撃力が13倍。木を5個以上つなげて消すダメージを軽減2個も加算です。まあこれもね、普通に強いんだけどね、じゃあこの子なんでね、まあ、一応5位かっていうとね、めっちゃ強いんやけど、貴族性だからなんですよ。正直貴族性って今多色にね、主に吸われてますけど、そんな木の単色って強くないんですね。で、しかも火の大魔女も待ってないから、将来性もそんなにない。別にそこまで強くない。しかも、この子ね、リーリアと組み合わせたら普通に使えるんですけど、リーリアと組み合わせて使える編成が組める人ってもっと強い編成組める人が多いんで、わざわざ交換するほどではないんですよね。まあ、あくまでサブでね、ランダムにキドロップを2個生成要因としてね、使う場面があるかもしれないんで、持っておいても損はないと思いますが、普通に強いけど、今現状わざわざ無理して交換するほどではないってことで第5位って感じですね。まあ、正直それでもね、めちゃめちゃ強いんでね、やっぱ DMC 全部まあ A プラスランクになっちゃったんですが、一応まあおさらいしておくと、1位が、まあこっちですね。V ですね。V。そして2位がルシア。3位がこちら、バージル。4位がダンテ。5位がネロって感じになってます。まあ一応僕の評価だとこんな感じになります。まあ一応ね、こちらの僕の評価と右側の解説を参考にして交換したい方は交換してあげてください。まあ正味どれ交換しても強いんで、交換したいキャラがいる方はね、どれ交換してもいいと思います。ということで今回の動画は終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。